どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、予告動画にもあった通り、ゴエモンジャパン VS エンビジャパン、ジャパン対決という風にやっていきたいと思います。いやもうエンビジャパンさんすごくてですね、本当に猛攻がすごいです。さあここで私2番を攻めたいと思います。まあこういう配置ですね。私もこれマルチでよく見る編成なんですけど、配置なんですけれども、結構星に結構難しかったりするんですよね。今回これネクロ6編成で、こちらの編成で、行きたいと思います。じゃあ行くか。よっしゃ行きますね。行きます。まず援軍行きます。3、2、3。オッケー、よっしゃ行くぞ。まず、援軍を釣り出します。ここバネがあるかもしれないんで慎重に。オッケー、ラバハウンド来た。そうですね、9時方向で処理したいと思います。よし。そして今回のアップデートでラバハウンドが地上の、あ違う、空中のユニットをターゲットを取らなくなったので、ガーゴイルで処理できてしまうんですよね。あー緊張する、緊張すんなマジで。よし、でガゴ出します。そして待ちます。もうこれは待ちます。やっぱ時間い、まあ大丈夫っしょってことで、あーちょっとウォールブリーカーでの先や、あウォールブリーカー先開けすればよかったな。まあここら辺でもう穴開けしますね。オッケー。そしてこちらも穴開け、オッケー、よし。そしてこちらも、ちょウォールブレイカー余りすぎだろ。まあいいか。ゴーレムをまずですね、ジャンプの呪文をここに、打っていきます。そして、ゴーレムを出していって、アーチャークイーン出して、そしてウィザードで、大幅にサイドカットしていきます。そしてネクロマンサーを、よし、オッケー、出していって、ウィザード追加、そしてウォールブレイカー出していって、こちらにもジャンプの呪文、オッケー、よし、オッケー。そしてレイジはですね、結構目先に打ちたいと思います。レイジを打って、やはりあーっと、なんか、そしてヒーリングの呪文のですね、位置も見つつという形 で、こちらポイズン打っていって、よし、オッケー。そしてあーゴーレムそれたな、やばい、うんやばい。そしてちょっとババキンがシングルターゲット取られてるな、ちょっときついか。よし、いけ。ヒーリングネクロの方に打ちますね。うん、これはきついか、回ったな。ゴレや、うん、ゴレこっち登るか。どうだ、アーチャークイーン次第、マジアーチャークイーン次第。アーチャークイーン、どうだ、壁殴れ、こっち左ターンホール頼む、そう、オッケー、パーセント稼ぎ、オッケー、やばい、取られてるな。いや、しかし、壁破壊、早くしろ、ターンホールターゲット取れ。いくぞ、発動、オッケー、どうだ、ザス、オッケー、パーセント、このウィザード、タイブレイクの追加によってパーセント稼ぎも非常に重要なので、そう、たくさん稼いでください。たくさん稼いで、ないよね、あーちゃ、あーちゃ、あーちゃ忘れてたわ。オッケー、あぶねー、あぶねー、ちょ、テンパったわマジ、テンパったわ、うわー、あぶねーマジ。さすがリーダー、いいっすね、冷酷なクローク、ありがとうございました。そして、危な、テンオーバー。なるほど、き、なんすかこれ。き、結構いただくんですけども。ありがとうございます。ということで、ゴエモンジャパン VS エンビジャパン、1回目の攻めでした。勝ちたいっすね。ということで、応援よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。